編入手続きよし、制服よし、校則よし、コクピットのレギュレーションよし。大丈夫、エアリアルの申請もしてあるよ。フロント73区アスティカシア高等専門学園、到着5分前です。本線はこれより入校軌道体制に移行します。こちらブリッジ。死んだ！救助部署発令。要救助者発見。船外活動用意。救助者の状況を確認してください。ここ待って待って、破片等が衝突したなどの痕跡はありますか？では2つ。助けを待つ。おい、何してる。救助ならこっちに任せろ。外に出る気か？ああ、もう。モビルスーツのパイロット、今から船外のハッチを開ける。おとなしく待ってろ。ごめんなさい。要救助者を見つけたら連絡してくれ。こちらですぐに対応する。はい。メカニック科2年の二科七浦です。分かんないことあったら聞いてね。緊張してる？学校来たの初めてだから。
初めて。ねえ、水星から来たって本当？人住んでたんだ。戦果は？パイロット科です。エリートじゃん。なんで編入してきたの？お母さんが行きなさいって言うから。お母さん？じゃあその古そうなヘアバンドもお母さんが言うからつけてるの？やめなよ。もちろんです。マジ？ミオリネ・レンブラン、事情は聞いている。すぐに授業に参加するように。はい。責任責任取ります。手伝います。どうすればいいですか？あの時の邪魔女。責任？どういうこと？バカなの？こんなところで責任取ってもらったらいいじゃないですか。逃げたいんですよね、地球に。授業中だぞ、死後は慎め。地球？ディランザ、クエルチェタークか。実習中失礼する。これは決闘委員会が承認した正式な決闘である。立ち会い人はこのシャディク・ゼネリが務める。各自手出し無用に願いたい。決闘？会社も全部手に入れてみせるぞ。授業中だよ兄さん、早く撤収しよう。こいつは俺を笑ったんだ。花嫁に逃げられた男だとな。花嫁？最低。待てよミオリネ、負けたら虫の言葉で謝るルールだ。こいつの謝罪を見ていけよ。ただいま。あのまだ何かよ。さっきは助けてくれてありがとうございました。は？そのミオリネさんの婚約やめて。私は認めてないから。じゃああの人勝手に自分を婚約者って決闘よ。この学園ではね、生徒同士が大切なものをかけて決闘するの。お金、権利、謝罪、結婚相手。だから結婚するんですか？どうして？うちのクソ親父が決めたから。ジェタークヘビーマシーナリー、ペイルテクノロジーズ、グラスレーディフェンスシステムズ、以上が我がベネリットグループの今期成績優秀者だ。しかしパルネオ社は3期連続で損失を計上した。赤字を垂れ流す無能は我がグループに必要ない。
以後グループ内系列融資を停止することにする。お待ちください、デリング総裁。そんなことをすれば我が社は潰れてしまいます。そうだ、潰れろ。財務諸表を見れば改善は可能ですが。機会は与えた。結果以外の言葉を私は必要としない。ミオリネお嬢様に2名の見張りをつけました。お会いになりますか。会ってどうする。私につまらん時間を使わせるな。入らないで。ごめんなさい。さっきから何なのよ。それ何ですか。何ってトマトに決まってるでしょ。それがトマト。水星人って普段何食べてるわけ。トマト味なら。あげる。ありがとうございます。そのままかぶりつく。おいしい。トマトならどれでもおいしいわけじゃないわ。そのトマトは特別。お母さんが作ったの。トマト？品種に決まってるでしょ。お母さんが。私も同じです。お母さんが彗星を豊かな星にするため勉強してきなさいって。だから。そう、あなたのお母さんは生きてるのね。ごめんなさい。生徒手帳貸して。帰り道わかんないんでしょ。学園マップ入れてあげるからさっさと出てって。また土いじりか。地球の真似事をして何が楽しいんだか。クエル、勝手に入らないで。いいアイディアを考えた。お前はこれから俺たちのジェターク寮で暮らすんだ。脱出騒ぎはもうごめんだからな。私は認めてないから。お前の父親が決めたルールだぞ。親が決めたら絶対。あんたはパパの言いなりだもんね。何するのよ、やめろ。ほらほら、お嬢様頑張って。止めて。兄さんを止めたければ自分で止めなよ。助け。俺は少し優しすぎたようだ。未来の夫としてこれからは厳しくしていく。お前はおとなしく俺のものになればいいんだよ。お母さんから教わらなかったんですか。そんなことしちゃダメです。なんだお前は。俺が誰だか分かってるのか。俺はな、ベネリットグループ御三家の御曹司で決闘委員会の筆頭で現在のホルダーだ。ホルダー。決闘で選ばれた学園ナンバーワンのパイロットだ。それでも悪いことは悪いです。ミオリネさんに謝って ください。ここではな、何が善か悪かは決闘で決めるんだよ。それとも俺と決闘するか。やります。何、あなたと決闘します。やめて、あんたに関係ない。面白い。お前が負けたら退学してもらうぞ。ほい、このバカ。やります。キャリアを2番ゲートに回せ。予備のパックも乗せとけよ。キャリア2番ゲートへ移動。予備パッケージ搭載完了。決闘だ。ノエル様。相手は編入
生だって。戦術試験区域までの経路、オブジェクトなし。圧巻を許可します。本当によろしいのですか。デリングが死ねば息子のグエルが婚約者として確定する。決闘ごっこが白紙になる前にやらねばな。起爆は出港から10分後にお願いします。デリング、長い付き合いも今日で終わりだな。戦術試験区域の環境設定情報入手。ご利用補正問題なし。バイオインフォ識別完了。ターメットリンク良好。 KP001 グエル・ジェターク、ディランザ出るぞ。だね。エランは見ないのか。興味ない。あんな田舎者の決闘を受けるなんて。瞬殺してやるさ。俺はドミニコスのエースになる男なんだからな。来たか彗星女。こっちも派手っすね。ロゴも見当たらない。ハンドメイドかな。これより双方の合意のもと決闘を執り行う。勝敗は通常通り相手モビルスーツのブレードアンテナを折った者の勝利とする。両者交換。あれ、お姫様じゃん。お姫様じゃないの。ミオリネさんがどうしてエアリアルに。あ、スレッタさん、どうしたの。何のつもりだミオリネ。なんだってみんな勝手に決めるの。これは私の喧嘩よ。生意気な女だ。いいさ、お前じゃ俺には勝てないって分からせてやる。グエル、決闘相手の変更を了承するのか。了承する。勝敗はモビルスーツの性能のみで決まらず、操縦者の技のみで決まらず、ただ結果のみが真実。フィックスリリース。武器は？素人にモビルスーツが扱えるかよ。あと2分。人の人生勝手に決めるな。経営戦略家のお姫様が勝てるはずないじゃん。身の程を知れ。お前はただのトロフィーなんだよ。あれ、あと侵入者だと。誰だお前は。制限速度を超えています。スピードを落としてください。なんでニカの名前が人助けかな。何すんのよ。返してください。はエアリアル、私のです。あんたには関係ないって言ったでしょ。だったら自分のモビルスーツを使ってください。何これ、喧嘩。エアリアルはたかがじゃありません。私とずっと一緒に育った私の家族なんです。は？家族？責任なら勝って果たします。私とエアリアルはあんなのに負けません。あんなのだと。シャリク、決闘相手を再変更だ。了承しよう、セセリア。はいはい。田舎者の無知を修正してやる。前、お母さんが言ってました。逃げたら一つ、進めば二つ手に入るって。は？逃げたら負けないが手に入ります。でも進めば勝てるっていうの。勝てなくても手に入ります。
経験値もプライドも信頼だって。ジェターク CEO、 今さら止める気か。いえ、ご子息が決闘に敗れました。ん、今デリング総裁を殺めてもミオリネ城の婚約者はグエル様ではありません。相手は誰だ、グラスレかペイルか。いえ、それが落ちました。そうみたいね、スレッタ・マーキュリー。あれ、この衣装は決闘の勝者ホルダーの証よ。そして私の婚約者の証でもあるわ。言ったでしょ、そういうルールだって。でも私女ですけど。水星ってお堅いのね。こっちじゃ全然ありよ。よろしくね、花婿さん。遥か遠くに浮かぶ星を思い、眠りにつく君の選ぶ未来が望む道がどこへ続いていても、共に昔の記憶連れられてきたこの星で、君は願い続けてた。遠くできらめく景色に飛び込むことができたのなら、一人孤独な世界で祈り願う夢を描き、未来を見る、逃げ出すよりも進むことを君が機動戦士ガンダム水星の魔女呪いのモビルスーツ。